皆さんこんにちは。コーヒー愛しすぎた男、岩崎泰造です。今日は今成田空港に向けて再びトライしておりますよ。まあ昨日が本当は旅立ちの初日ということにねなる予定だったんですけれども、まあいろいろありまして今日が1日目、昨日が0日目ってことですね。昨日のリベンジで昨日と全く同じ時間の便に乗る予定で向かってるんですが、とりあえずのところはまあ間違いなく今日は乗れるかなと。さすがに今日乗れなかったらもう今回の旅はね取りやめかなと思ってますけど、昨日飛行機にちょっと訳あって乗れなくて、成田の駅周辺に泊まってちょっとホテルとかカフェとかで仕事してたんですけど、昨日めちゃくちゃ夜寒くなって、あのあと雪っていうかみぞれみたいなの降ったんですよ一瞬。天気良かったよね今日昼間。そして全然バスコで寒っ。おーい、ベネズエラー、なんかあったんですかね昨日は。泰造も飛行機に乗り遅れるし、なんかあったとしか思えないような2月20日でしたけれども、今日は、まあ、成田でね最後の日本食かなというところでラーメンを食べ、美味しいうなぎを食べ、そして今日リベンジ、ユナイテッド航空でロサンゼルスに向かいます。今回の旅はですね、まあ、簡単に皆さんにお伝えしておきたいと思いますけれども、まあ、ベネズエラのスペシャルティーコーヒーが新しく日本に、まあ、来ると。ベネズエラのコーヒーっていうと、まあ、今から30年40年ぐらい前、まあ、もっと前はですね、まあ、かなり有名なコーヒー産地として、まあ、コロンビア、ブラジルと並んで名産地として知られていたというところで、これはもう先人たちのね書物、まあいろいろな本を読んでいる中で私も知っていたところなんですけれども、まあずっとその後日本へ来てなかったですね。というか基本的にベネズエラのコーヒーは国外に出てなかったんで、でついに時代が変わったという瞬間ですよ。ベネズエラコーヒーがスペシャルティの姿になって、もうすでにね海を渡っている最中というところで、まあ、その生産している現場を見に行くということで、まあ、大使館からお話をいただいて、まあ、視察団の一員というつもりだったんですが、まあ、完全にアレックスも一緒に行く予定だったのに行けなくなり、泰造単独で渡航ということになっております。現地ではダルベリスというね、もうすでに泰造動画では出てもらっているんですけれども、ベネズエラコーヒーをまあスペシャルティ化させる、どんどんクオリティを上げていくというところで、まあ、一番活躍しているリーダー的存在、まあ、彼が待っていてくれるということですから、まあ、安心していきたいなと思いますが、まあ、なかなかベネズエラってストレートで行けないので、今回はロサンゼルス、そしてコロンビアのボゴタを経由してベネズエラ、カラカスに入ります。カラカスからですねメリダ州というちょっと西の方にあるコーヒー農園があるエリアに移動して、そこにしばらく滞在する予定です。で帰りはパナマを経由して、できれば、まあ、サンタマリアさんにコーヒービーンズシャツを渡したいなとか思ってですね、カバンにコーヒービーンズシャツは入れてるんですけど、まだアポは取れていないというところ。そして、まあ、コロンビアも経由しますので、まあ、コロンビアでもちょっと寄り道できたらななんて思いつつ、アメリカをまた経由して帰ってくると、まあそういう旅の始まりの日ということです。おお、見慣れた成田空港周辺になってきましたね。泰造と旅のことについてちょっとお話ししたいなと思うんですけど、泰造は本当に旅が好きというか、まあ、本当にね生きているってこと自体がもうそもそも旅みたいなものだなと思ってるんですよ常々、ね。まあ、これはなんとなくかっこいい感じに聞こえそうなんですけれども、不確定性っていうんですかね、どうなるかわからない、このスリルがやっぱりたまらないんだなと。まあそのスリルにね、あの他の方巻き込まないように最大限の配慮をしているつもりなんですけど、まあこの先どうなるかわからない、何が起こるかわからない、何か予期せぬ事態が起こった時に自分よどう反応する、これが一番旅でまあ僕が好きなところなのかななんていう感じがしますね。もともと泰造の両親は、まあ、職業旅人みたいなことをやってた2人だったんですよ。で2人は貧乏旅行ケチケン世界ケチケチ旅行研究会っていうのが多分正式名称だと思うんですけれども、まあ個人旅行で貧乏旅行で、まあ探検をする、冒険をするみたいな、まあそういう旅を、まあするグループをですね、
まあ、HIS とか大きな旅行代理店が、まあ、立ち上がったような旅行、個人旅行創生期みたいな時に、まあ、作ってですね、そういった活動をしていた。うちの父親がそのリーダーをやっていて、まあ、海外に、まあ、多くの若者たちを連れて行って、で、うちの父親はそこでアンティークと出会って骨董屋に転身したっていう流れみたいですけども、まあ、その多くの若者たちはですね、同じ便に乗って団体旅行ということで現地に渡って、現地の空港解散で、また帰りの便は同じなので空港集合と、でその間、まあ、全員バラバラ別々で行動してるよというね、そういう旅をしてたみたいなんですけども、まあ、そういったなんか空気感の中で育ったということが自分の原点としてやっぱあるのかなって気がしますね。母親はまあその後も結構長く旅行代理店業をね、自宅でこうやってたりしましたから。あれ、ここなのかな、もしかして。え、今ちょっと喋ってたら曲がるとこ間違えてない、大丈夫かな、一応行ってみましょう。あ、大丈夫っぽい。いや、今日乗れなかったらちょっとシャレになんないですからね。で、ちょっと旅の話の続きですけど、子供の頃から結構いろんなところに飛行機乗って旅するみたいなことはしていて、これは家族旅行の範囲です。親父が北海道だったので、まあみんなで北海道行って、で、北海道って行く場所いっぱいありますからね。で、北海道のさまざまな場所をこうね、家族で旅するみたいなことはずっと小さい頃からやっていて、まあ、初めて海外行ったのは、まあ、そんなに早くはなかったですね。多分中国、韓国、台湾みたいな、近場のアジアは子供の頃に何度か行ってたかもしれないですけども、まあ個人の一人旅に近い状態でっていうのは、大学落ちて浪人してた時かな。本当にこいつ大丈夫かみたいな雰囲気でずーっと家にいて、朝から夜までずーっと楽器吹いてたみたいな、その時に、お、ついたっぽい。さあ、無事ゲート通過いたしました。イミグレも無事通過しまして、めちゃめちゃ空港内に行列してたので、まあ、まさか万が一この行列にやめて今日乗れないとか一瞬焦りましたけど、まあ大丈夫でしたね。さあ、このままユナイテッドちゃん乗り込みたいと思います。ちょうどあの飛行機ですね。それでは行ってきます。さあ、無事入国審査通過してロサンゼルス入りました。いい天気、東京と気温そんな変わんないぐらいですかね。20度ないくらいなのかな、ちょっと涼しい、まあ快適です。でも出国前の成田がめちゃくちゃ寒かったんで良かったです。無理して東京で薄着してきましたけど、お、早速コーヒーのいい香り、これはスタバでした。まあ、とりあえずスタバスルーで、次の乗り継ぎのアビアンカ航空ボゴタ行きのチェックインだけしちゃおうかなと思います。さっきイミグレーションで結構いろいろ聞かれました。この先行き先がボゴタだっていう話で、まあ、何しに行くんだってところから、まあ、ちょっとコーヒー農園見に行くんだなってこと言ったら、まあ、何か食べ物持ってきてないかとかね、まあ、食品持ち込んでないかみたいなこととか、まあ、コーヒーって結構ね、種だしね、
あの持ち出しとか持ち込みとか、まあ、いろいろデリケートなものなのでいろいろ突っ込んで聞かれますね。まあ、とりあえず無事突破しましたのでロサンゼルスで、まあ、2、3件だいたい乗り継ぎに6時間ぐらいは余裕があるんじゃないかなと思いますので、まあ 3、4 年前に行ったベニスビーチのインテリジェンシア、まあ、そこで買ったコーヒーシャツめちゃめちゃ気に入っててずっと使ってるので、まあまたなんか新しいねグッズとか出てないかなとかそういうのも見たいので、ロスのカフェ何軒か行ってきたいと思います。それでは行ってきます。